なしでお願いします。八番さん準備からお願いします。いいの？始まっちゃうよ。はい、大丈夫ですよ。あ、聞こえました？役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は占い師です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。占った対象は人狼ではありません。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。4番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。私が最初ってことなんで、はい、私もラビットジェーンでした。はい、私が一番最初ってことなので、特に今言うことはありません。以上です。5番さん回します。5番のプレイヤーが発言します。はい、霊媒師でした。で、これからまた対抗出たらまた考察深めていきたいと思います。よいしょ。で、平和村だったら騎士出て、平和村じゃなくて対抗者が出たら騎士さんは出なくていいんで、はい、お願いします。6番さん回します。6番のプレイヤーが発言します。村人陣営でした。よろしくお願いします。7番のプレイヤーが発言します。あのね、もう4番、6番かね、短すぎてね、精査つかないでしょ。ただ、釣り位置に上がるよ。あの4番と6番何も言わないんだったら。釣り位置に上がる前に、占い師精査すればいいゲームで、4番、6番でも簡単に分かる方法があって、4番と6番占い師の時何やる？頑張ってなんか無駄に出すよね。なんかまともなこと言うよね。で、4番と6番に聞く。人外の時にまともじゃないやついたらどう思う？そいつ死んだよ。4番、6番ができないことやってるやつがいたら、疑いますじゃねえよ。そいつが死んだよ。だからダメなんだよ、チャット持ったり。だから負けるんだよ。4番、6番ができないことやってたらその人は死んだんだ。黙って信じろ。もう。8番のプレイヤーが発言します。はい、霊能ですね。はい。まあ5番さんはね、無責任な感じで出てるっていうのはもうご承知の通りだと思いますね。はい。せめて、ね、村の発言を伸ばしてからってパッて出たとかね、そういう発言があるんであれば、わからないまでもないんだけど、まあ、その無責任さから5番さんは狂人なのかなって感じですね。そう考えると、4、6もね、確かに発言がね、この辺でやめときますみたいなね。せめて進行論、ね、こうあったらいいなぐらいの思考開示を求めますね。多分7番はそれを言ってたんだと思う。だから発言が短いと、ね、疑わしく思いますよ。ね、自分たちが真の占い師であればどういう発言をしますかって。ね。だから4、6も5番と同じように無責任なんですよ。人に頼りっぽばっかりでね、自分の思考開示がない。7番は村でいい。9番のプレイヤーが発言します。はい、一周目ということで、まあ、やっていきたいと思います。占いがまだ出てないということなんで、まあ、1、2、3で占いが出てくると思うんですけど、1人または2人。まあ、今日、霊能釣りでいいんじゃないですかね。まあ、霊能2人出てきたんで、5、8で。占いが2人出てきたとしても、霊能釣りでいいと思います。今日は、グレーっていうより。グレーは次の日からでいいと思います。まあ、次の日からっていうか、まあ、占い師出てきてからですけど。まあ、やっぱりどうしても、5の発言はほぼないに等しいんで、まあ、これ8番が発言してたっていう点で8番の方が白くなっちゃうんですけど、
そう、だから5番には2周目発言してほしいかな。今んとここれ5番に行くけど、別に8番って狼でも、狼かわかんないけど、狂人でも狼もできる発言なんだよね。うん。7番はまあ4、6殴ってて、まあ、当たり前かなと思ったけど、うん、以上。1番のプレイヤーが発言します。1番リンゴです。僕は村人陣営でした。ですね、2、3の中で、まあ、占い師が出るというわけで、まあ、2人とも2、3が両方とも占い師だった場合、まあ、まず、まあ、あれですね、はい。それ以外の人はほとんど白となりますね。はい。そして、まあ、兄さんどちらかが占い師なんで、占い師、どちらかが占い師なんで、占い結果早く知りたいですね。で、まあ、いや、これってまだ、騎士はまだ出てこない方がいいと僕は思いますね。これで、それで人狼にやられたらおしまいなんで、一旦今夜はまあ、あれ次の回はまだ、あれ、出ないでくださいね。お願いします。頑張って勝ちましょう。2番のプレイヤーが発言します。3番さん、占い師です。3番さん、占い師把握お願いします。私は、スムラです。まあ、スムラをまあ、言った理由としては、そうですね。騎士がちょっと好きやすいっていうのもあるんですけど、やっぱりグレーランっていうか、グレーの場面を、とにかく狭めたいなってちょっと最近思っていて、急に村でね。なんで、そうですね。まあ3番、占い師なんで、自分村人で、占い師3番さん、それ以外も対抗その前に出てきてないんで、3番さん占い師指名ということで、皆さん把握お願いします。そうだな。あれ ?8 番霊媒師って言ったんだっけ ?5 番が霊媒師って言ってて。あれ ?8 番霊媒師太鼓出てなかったら5番神明だけど。そうだな。自分はちょっとグレラン狭めるために出ました、スムラで。3番のプレイヤーが発言します。はい。はい。お願いします。まあ本当にちょっと今ゲームやっててちょっと意味わかんない状況なんですけど、占い師でできてないんですか?ちょっと僕村人陣営で、占い師じゃないんですけど、占い師ってまだ出てきてないですよね。マジで誰?占い師。何このゲーム。どういうことだ?ちょっと今考え。誰が占い師?マジで。チャットでも読んでちょっと出てきてもらってもいいですか?まあだから28秒も我慢して。2周目にチャットするんだね。まあ一応まあ、5番と8番が、まあ、例のってことなんですけど、まあ、みんなと言って意見が同じになってしまいますけど、5番の口数が少ないってことで、5番の2周目の発言を注目したいところです。はい、5番さん、お願いします。4番さん、お願いします。4番のプレイヤーが発言します。はい。よろしくお願いします。7番さんから指摘得たんですけど、はい。口数少なかったのは自分のせいだと思っています。はい。この回、少しでも講座と伸ばしきれたらなと思っているので、はい、話します。はい。占い師さんが、出てないってことは、まあ、ちょっと言ってくれたらよかったなと思っています。霊媒師さんが、5と8が、対抗してるので、はい。騎士さんは、まだ出ない方がいいかなと思っています。はい、僕的には、はい、5番さんが、内容が、8番より、あんまり入ってこなかったのが、私的には5番さんが怪しいと思っています。5番さんの話聞きたいので、5番さん回します。5番。のプレイヤーが発言します。はあ、これリアルで僕、レバッシュしよ。多分今回多分もう釣られると思うから、7番さん、8番さんのこと占ってね。で、8番多分黒って絶対出るから。はーい。6番のプレイヤーが発言します。発言。先ほど発言が少ないって言われたんですけど、
下手くそで考察あんまりできないんで。で、今忙しいんで、殺してもらっても結構です。7番のプレイヤーが発言します。あのさ、忙しくて適当にゲームするのになんで参加したの？みんなでゲームしてんのになんで適当な気持ちで参加してんの？真面目にやってる人だっているんじゃないの？うん。他の8人の気持ちを考えた発言してんの？俺はいいよ、まあ置いといて。他の7人の気持ちを考えた発言してんの？それが。適当に私ゲームやってます。私といればいいです。じゃあ参加すんなよ。みんな思ってるよ。うん、マジで。うん。当たり前だけど。うん。どうする？ここが真の可能性もあるから、ネイロラからした方がいいような気もするな。これでさ、例えばさ、まあ、6、例えば6つってさ、白だったりして、5番が真で釣ってしまうと負けるような気もするけどな。ああ、レイロラから入った方がいいのか、この村。レイロラから、それともグレーから入るのかな。グレーから入る。どうしようね。6やる気ながら6行く？で、色見てもらう？このシーンも歩くよ。発言力はないけど。ああ、疲れたな。じゃあ、違うとこ行く？違うとこ行く？グレーだったら違うとこ。1番とか ?4 番とか ?2 番とか ?5 行くなら、次の日8だよ。絶対。このシーンもあるから。うん。8番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。まあ5はね、人外であることは確定なんだけども、その発言力の弱さから、だから無責任っていうところでね、これは精査して、やっぱり巨人ですね、5番さんはね。はい。で、7番さん、あのね、占い師透けちゃってんだけどね、残念ながらね。はい。で、9に白か。で、9のさ、進行がおかしいっていうことをみんな気づかなかったかな。占い師が、2-4、2-2場面だったら、霊能からね、行っても山梨かなって思うよ。釣り縄2回使って、占い結構2回残すんでね。だけど、1、2場面だったら、グレーだから、ね。それもなく、ね、霊能対抗出てくる霊能らって、おかしいからね。どうか。占うのもなく、騎士出れってわけわかんねえんだもん。まあ、5番ね、無責任さから当然と言ってるんで、9のローはないんで、どこだなんだよ、2番か。はい、4番しか占えねえんだもん。正さはおかしいっていうところなんだけど、6番に譲りもんだよ、ね、こんなの。だからさ、4、6って無責任なんだ。まあ、4番さんは2周目に関しては、ちょっと伸びてきたからね。6は何？忙しい？もうね、論外だね、もうね。あとは1、2、3に関して言うともう全然色が落ちないですね。はい。だから7番を村置きした理由っていうか、だから真っ当なんですよ。だからね、もうね、占い師つけちゃ、ね、3番が出なかった時点で、あ、ヒロちゃん占い師だなって普通に思っちゃったもんね。悪いけど。はい、今日は5にお願いしますね。グレーだったら6。9番のプレイヤーが発言します。やっぱ今日占いロラーじゃないですかね。別に間違っても、ロラすればいいし、7番真の占い師確定なんで、まあ、とりあえず今日じゃあ5釣りでいいんじゃないですか。まあ、5が真っていう場合も終えるけど、まあ、このゲームって結局発言力があるかないかなんで。そうですね。だから1、2、3にとりあえず3、1行ってほしいですね。自分は今日5に行くって言っておきます。はい。まあ、これで間違っても、まあ、8番釣るんで次。それでいいですよね。で、どこかな。まあ、グレーの位置はまあ次の日にだから考えますってところです。以上。1番。のプレイヤーが発言します。ですね、6番さん何ですかそれ。僕たち真剣にやってるのに、その僕たちだってその遊びっていうかまあそんな感じっていうかまあ僕たちだってそのなんか人狼が やりたくてその真剣にやってるんですよ。僕たちはそのこう。ちゃんと話を聞いて、人の話を、
そして誰が怪しいなとか言ってるんで、ちゃんと、その、話とかも聞いてほしいし、その、忙しいんだったら忙しいで、じゃあ、ゲームやめろよ、本当に。で、まあ、皆さんの意見から聞いていると、あ、ちょっと追加します。まあ、皆さんの意見から聞いていると、今日は5番釣りですね。はい。で、まあ、真の可能性もあるけれど、まあ、真の可能性もあるけれど、まあ、皆さんが言うように発言で言うと、まあ、小判さんがちょっと怪しいかなとは、ね、本当に思うんですね、これは。まあ、これを機にね、学んでほしいですね。はい。2番のプレイヤーが発言します。学校の給食中も放課後もずっと人狼をこれ考えてと、そうですね、まあ自分的には5を死んで見ていてとか言っちゃわずに、まあ5、8どっちもちょっとグレーなのかなと思ってて、まあ5番さんは普通に発言力がもう元から普通にない方なのかなと思って見ていて、でも8番さん無責任って言ってたんですけど、まあそうとも言えるけど、ただただ5番さんの発言力のなさから、ちょっと無責任さとかが出てくるのかなっていうふうに聞いてて、なんか自分感じ取れるものがある、神様なんで、そういうの全部わかるんですよ。なんで、ちょっと8もグレーなのかなって聞いて、なんで5を外れたら、もう普通に8ずりみたいな感じでいいと思ってて、で、6、自分ちょっと白だと思いますね。はい。で、まあそう考えると7が占い神明で、9が白。で、まあ、狂人多分、5、8のどっちかなんで、9は多分、もう完全に村人陣かなと思います。で、自分村人で、まあ、出た理由として、さっきも言ったように、グレー幅を狭めるためって言ったんですけど、自分目線も今、そうだな、5番釣り、今日5番釣りで外れたら8番。で、6番も全然残しておいていいかなと思ってるんで、で、そうかな、それをそうすると、迷うって感じかな。3番。のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。まあ7番8番1番からまあ6番結構言われて、ちょっと6番もちょっとそれを言われる理由はあるのかなと思って話を聞くんですけど、まあ今日は5番釣りで、まあ真の占い師がまあその8番を占ればいいと思います。まあ今日は5番釣りでいいと思います。以上です。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。その疑いにはどんな根拠がある？私はただの石。私はただの石。私はただの石。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは5番、5番の遺言を発表してください。マジで信じた、本当に俺霊媒師、本当にマジで。もう霊媒師じゃなかったら本当にもう後からもうみんなのあれを、あれする、もうマジで、もう何でもする。その回、もうみんなありがたい、マジで。8番を絶対釣る、釣ってね、本当に。人狼か、白か、人狼か、白っていうの、巨人白って出るよね。うん。で、あ、7番さんも、7番さん一旦、8占ってみて、で、もしも人狼って出たら、まあ、いい結果、みたいな感じで。まあ、8占なくても、やら、いっか。一応まあ、7番さん角、あ、白で、9も多分角白だから、対抗いないしね。キシュウさんは、7番さんのこと絶対守ってくださいね、絶対。オッケー。もう、いいことないかな、多分。絶対8番のこと釣ってください。お願いします。いや、7番さん、8番、多分釣られるから、7番さんやっぱ違う人、占ってもいいと思います。はい。お願いします。夜が更けました。人狼に気をつけ、占い師の方は夜のアクションを行ってください。若者よ、そう簡単に結論を急ぐな。
まあいいや、もう。その疑いには、どんな根拠が。4、6とかかもしれないけど、もういいんじゃない。まあわかんねえし、ってか、平和村つまんないんだけどさ。占った対象は、ジータでよかった。これで負けがなくなった。これで負けがなくなった。占いとはしては、この村だったら、黒の方が一番いい。夜が明けました。昨夜は、誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。2番のプレイヤーが発言します。ミーク、あ、1黒、5黒。まあ、7番さんはもう締めなんで1黒で、リンゴちゃんお疲れちゃま。人狼が身分の開示を選択。占い師の方は夜のアクションを行ってください。若者よ。いや、俺さ、その疑いにはどんな根拠があるのか。4番、4番でいいや。若者よ。そう簡単に結論を急ぐ。あ、楽しみにするか。兄さんがどうなのか、ベタに6なのか。占った対象は人狼です。まあ普通に2番3番村なら勝てるわ。8つって、4つって終わり。4番変な髪してたら爆笑。夜が明けました。昨夜は4番1名の1番の方が良かったです。で8番狂人ね。8番のプレイヤーが発言します。8狂人ね。はい。なんなの2番さんは。まあ、後で発言で聞くけど、はい。5。あ、なんだよ、俺破綻してんじゃねえかよ。しょうがねえな。自爆してんじゃねえよ、一番よ。ほんとに。はい、今日俺釣りね。はい。何やってんだよ、人外よ、ね、人狼よ。破綻ぶっこいちまったじゃねえかよ。わかんだろ？俺が5黒出しゃさ、俺が狂人だって。狼目線。一番。もうちょっと粘れよ。元からじゃねえよ。あ、なんだ、2黒か。なんだよ。元からじゃないでしょ？ね。元からじゃないよね、2番さんね。はい。もうちょっと真っ当な精査できるやつはいないのかね、この村には。本当に。ねえ、二番さん、元からじゃないよね。はい。ちゃんと発言で訂正してね。はい。あなた間違えてるからね。はい。黒よりじゃねえつの。俺、狂人だつの。なんで言い切れねえの。ほんとさ、センサーもまともにできねえくせに知ったかぶってチャットバック打ってんじゃねえよって話ね。はい。一番、ローでね、で、自爆しちゃダメだよ。もうちょっと俺の使命を上げなさい。ね？以上。9番のプレイヤーが発言します。まあ、今日8釣りでいいですね。まあ、2番さんにはその意味がわからない考察の理由を教えていただきたいかな。まあ、18人狼だと思います。狂人じゃないです。18人狼だと思います。うん。まあ、5黒って言った時点で1号釣られて終わってないんで、8黒なんですよ、これ。皆さんわかります？5が真の霊媒師だったってこと。うん、今日8釣れば終わるんじゃない？以上。2番のプレイヤーが発言します。まあ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 。私は、そもそも5番さんと8番さんが話してた時点で、8、嘘ついてんじゃね？ってまあもう見抜いてたんですけどね。自分神様なんでそういう力あるって言ったじゃないですか。3番。のプレイヤーが発言します。はい。まあ、5番が真の霊媒師ってことで、まあ、18ラインでもう8番打って終わりだと思います。以上です。あれ？押せない。4番のプレイヤーが発言します。はい、はい、みんなが言う通り、はい、18ラインがもう、はい、見えたので、はい、8番に、投票していいと思います。以上です。6番。のプレイヤーが発言します。8番に投票します。
投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、8番の遺言を発表してください。はいはい。あのね、2と9は、ね、ひろちゃんのお説教ね、終わった後、ちゃんとたっぷり受けてくださいね。あ、悪い。はい、俺も疲れだから。2番神？いや、神じゃねえよ。神でしょ。ペラペラのね。はい、9番もね、進行おかしいって指摘してんの、真っ当だからね。え、8で終わる？え、18ローロー？何言っちゃってんの、本当に。ね、強靭でね、ホンダムーブで、ね、5つも釣られて OK ですよって。ね、例の出るに決まってんでしょって話ね。2と9は逃げんなよ、終わった後な。ヒロちゃんのお説教たっぷり受けてね。もう疲れだからやんねえよ、はい、もう。あとは、疲れだな。はーい、じゃないよ。ほんと、覚悟、ね、覚悟しといた方がいいよ。えぐいからね。はい、お疲れ様。夜が更けました。人狼に気をつけてください。マジで疲れだからやんねえよ。もう疲れだ、マジでよ。あのね、多分、なんつんだろうな。2番と、2番の反応で済むらって言ったでしょ？ 3 番の位置で出ない。で、1番が6番ぶったらいでら消去法で4番って言ってほしいんだけど、ね。昨夜は1名の方が亡くなりました。ちゃんとした考察してほしいんだけど。9番、2番のプレイヤーが発言します。考察すればたどり着ける。絶対に6はないんだよ。あんなにぶったらいでっから。2番、3番村だろ。4番なんだよ。たどり着いてほしいけど。まあ、しゃねえだな、この村だと。声も出せてねえし、もう。俺のはバグったの、俺の画面が。3番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、もう2番が何も喋んないってことで、まあ一応、まあ、喋んな、もう2番でいいと思います。はい、2番に投票しましょう。終わりです。4番のプレイヤーが発言します。はい、あい、うん、これ多分2が喋らなかったっていうことで、うん、これ2番さんが多分これ俺的に怪しいと思っています。2に投票します。はい、6番さんの意見も少し聞きたいので、6番さんに回したいと思います。6番のプレイヤーが発言します。2番さんにします。あのさ、なんで何にも考えねえの、お前ら。何にも考察しねえの？ 2 番が進むなって言うわけねえし、3番がこの位置で出ない、1番が6ぶったらいてるなら4番しかないだろう、もう。なんつーレベルなのよ。吐き気するわ。投票が終了しました。もうゲームすんなよ、6番とかよ、もうよ、ふざけてんだったらよ。2番、2番の遺言を発表してください。何考えてんの？どうなれば2番が狼になるの？もう何やってんの？適当にゲームよ。6番通報すらもう、ダメだこいつ。ふざけんじゃねえよ、ゲームをふざけてよ。マジでこんなやつゲームに来んじゃねえよ。何のためにゲームしてんだよ、こいつよ。5と8ミでもう8の方釣れよ、もう。なんでこんなハンデ戦なんだろう。5番が死に決まってんだろうよ。黒見つけらんなきゃったら5番行って負けるような村だったらもう助けらんねえわ、もう。5と8で8の方がわざと出てる強靭風に見えねえが、5番の死に決まってんだろう、普通に考えて村。
どっちが陣外かって考えろよ。もう何も考えねえ。推理すりゃ4番だろ。もう一の相方なんかもう普通に考えて。もう、なんでこんなスケスケの、あれがわかんねえんだろうかな。まあいいけど。何も考えねえから負けるってだけの話よ。考えなきゃ負けんの。うん。悲しいけど負けるのよ。考えない人たちは。夜が明けました。昨夜は、一名の方が亡くなりました。ただただひどい。ゲーム終了。うん。あまりに経験の差がなさすぎるのとふざけてる村人がいたら勝てない。お口ミッフィーですか皆さん。お口はミッフィー、お耳はダンボ。またお前かよ。4番1回抜けるよ。じゃあ5番いらん。マジで嵐はやめろよ、お前。本当に人に